援してくれた皆さん、ありがとうございました。実に素晴らしい走りでした。そして何といっても前哨戦でもあります3月の九州モトクロス開幕戦、こちらもね、両ヒート優勝してるんですよね。波に乗ってきましたね。そうですね、オフシーズン、チーム変えてパークオブエアさんにお世話になって、毎日のように練習とトレーニングさせてもらってるんで、その成果が出たかなと思います。次のヒートへ向けて意気込みをお願いします。次のヒートも、頑張って表彰台に立つんで、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本当におめでとうございました。それでは今一度選手をご紹介いたします。見事優勝は石鹸ナンバー